い、こんにちは。税業専門の税理士神奈美です。本日の動画はリクエストの多かった白色申告の書き方について紹介していきたいと思います。白色申告の書き方は青色申告とほとんど似ていて一緒なんですけども、やはり違うポイントがありますので、その違うポイントに絞って紹介していきたいと思います。また今回持続化給付金や補助金もらった方多いと思います。持続化給付金や補助金の白色申告上での書き方について紹介していきたいと思いますので、本日も動画最後までよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは白色申告決算書の書き方編、本日のポイントなんですけど、基本的に青色と同じなんですけど、相違点をメインに解説していきたいと思います。まず確定申告についてざっくりと解説していきたいと思います。説明は青色申告の方でも同じ説明をしていますので、そちらの方をね、あの青色申告1枚目の書き方の動画を見た方は飛ばしていただいても構いません。まず確定申告についてなんですけど、まあ、自営業フリーランスの方が期間は令和2年度の1月1日から12月末日のものを3月の15日に提出するというのが簡単に言うと確定申告になります。今年は3月15日がコロナによって4月の15日まで1ヶ月延長されています。それではね、確定申告ってでは一体何をしているかと言いますと、このフリーランスや自営業の方が1月1日から12月31日までの売上と経費を集計します。これですね、1年分の売上、1年分使った経費ですね、それを売上から経費を差し引くと利益、まあ儲けが出るんですね。なのでこの儲けに対して税金というのはざっくり言うとかかってくるわけです。なので確定申告の表っていうのは一体何をしているかというと、この売上から経費を引いて利益がいくらでしたかっていうのを計算する用紙になります。さあ、それでは実際に記入していきたいと思います。まずですけど、数字をね、分かりやすいすっきりとした数字で紹介します。青色申告の書き方の時と同じ数字を使われていただいてます。単位は万円です。この表に沿ってどうやって用紙白色を書いていけばっていうのを今から解説していきます。はい、それでは実際の用紙がこのようになっています。1枚目と2枚目で白色申告はできております。青色申告の場合はね、裏表というか1ページ目から4ページ目、4枚あるんですけども、白色の場合は2ページだけになっております。じゃあ実際にどうやって書いていけばいいのかといいますと、ここですね、まず今回の申告出すのは令和2年度なので2と書きます。そしてここに住所ですね、これ自分の住所と事業所所在地で、業種名ですね、何の仕事をしているか、そして屋号を書きます。これ屋号というのはお店の名前、まあ、エステサロン何々みたいな感じですね。で、ご自分の名前、振り仮名、電話番号等を埋めるところを埋めていきます。そしてここは提出日です。そしてここはね、いつからいつの申告書ですかっていうのを記入するところなので、1月の1日から12月31日だと思います。もしここでね、期の途中に開業されたよ、例えば5月の1日にお店オープンしたよって方は、ここが5月の1日と入れることになります。で、実際にも順番に数字を入れていきます。じゃあ、売上は今年1年、あなたの場合いくらありましたかということですね。こちらの先ほどのこの表ですを使います。売上今回800万円でしたので、ここに、と書きます。今回のポイントなんですけど、ここにですね、その他の収入というものがあると思います。このその他の収入に補助金や給付金の方を白色申告の方は記入をしてください。青色申告の方は雑収入という書く場所があるんですけど、白色の方はその雑収入というものを書く項目がありませんので、このその他の収入のところに入れ込みます。今回のサンプル上ではないことになってます。だからここはゼロです。で、ここの K がですね、800になりますね。そして機種商品がいくらあったかというと、この方50ありましたと。で、仕入れはいくらしましたかったら150しましたと。ここですね、仕入れ金額で、ここで小計を取ります。6番と7番、ここの、あ、違う、すいません、5番と6番を足しますと200になりますね。じゃあ期末商品は一体いくらでしたかというと、ここです。期末商品が50だったので、ここに50を入れます。そして差引原価ですね、7番から8番を引きます。7番がここですね、7番がここで、ここから期末商品を引くので150万円になると思います。そして次、差引金額です。これは4番の売上の合計ですね、1年間の売上800万円からここで売上原価を出した9番を引いてくださいということなので、ここが650になりますというふうに書いていきます。次、経費の項目いきます。給料はいくらでしたかということで、給料が40でしたと、40を入れます。外注工事は今回なしです。原価償却はいくらでしたかってのここですね、50ありましたと、50万です。で、貸倒金はなしと。地代家賃ですね、次、地代家賃はいくらありましたかというと、40万円でしたと、経費がね、ここも40です。で、利子割引料はいくらでしたか、これですね。さあ、次、ここですね、その他の経費に行きたいと思います。こちらが租税効果になります。租税効果はいくらでしたかと言ったら、こちらですね、10。ちょっとここポイントなんですけど、ここから後でも説明しますけど、ここから
番号だったのがイーローハに変わるんですね。これちょっとポイントです。後々紹介しますけど、ちょっと引っかからないように気をつけてください。で、荷造り運賃は今回はゼロでしたと。じゃあ水道光熱費いくらかかってますか？10万円かかりました。という感じに順番に経費はザクザクと埋めていきます。次ですね、旅費交通費はいくらでしたか？旅費交通費が10でしたと。そうするとここも、じゃあ次通信費いくらでしたか？20かかりましたと。で、広告宣伝費はいくらでしたか？と10かかってますね。で、接待交際費です。次ここが20かかってますと。で、損害保険料なんですけど、今回は損害保険料はないというふうに考えています。修繕も特になかったですと。そして消耗品ですね、消耗品はあります。40かかってます。そして福利厚生費です。福利厚生費もかからなかったとします。そして残ったのが、あと車両費ですね。この辺ですね。車両費とかですね。車両費と支払い手数料はここに科目が印刷されてないので自分で書きます。15ですね。で、支払い手数料5万円だったと。で、最後ですね、雑費10ありました。というふうに埋めていくと全て埋まるかと思います。経費の方が。そして先ほど言った気をつけないといけない点なんですけども、この表はもう1回。書いたのでね、こちらの表を1回外したいと思います。で、先ほど言った気をつけなきゃいけないポイント、ここですね。まずここで小計を取ります。この小計がどこかというと、このイからレまでの合計なんです。レはここですね、雑費までですね。だからこの租税効果から雑費までの合計をまず小計合計します。150かな。経費の計はここの1から16のところをまず足します。これプラス最後のこの小計の17番を足して経費の計を合計します。ですので、まずここを足してから、租税効果から雑費まで1から0のものを足して、ここの18番に合計を取ってください。ここね、勘違いしやすいポイントですので、ちょっとまずここで小計というワンポイント、合計をする欄があるっていうのを覚えておいてください。で、ここを全部合計すると、285万円になります。で、今回は先住者と関係ないので、なかったとします。で、ここで1年分の経費が285万円でしたよというのが出ます。そうすると、今回の売上ですね。売上から経費を引くと、利益がいくらになるんですかっていうのを聞いてきます。ここの最後の19番のところが、先ほど表で言ったここですね。売上が800万円で、経費の合計が285万円でしたよっていうので、利益を出しているという箇所になります。ここが所得金額が引くと、365万円になります。そして先住者給与はなしなので、今回の省の所得の金額はこれになる。これに対して税金がかかってくるってことです。まだね、ここからね、扶養控除があったり、基礎控除があったり、生命保険料控除があったり、いろいろね、さまざまなものがまだ控除項目とあるんですけど、ビジネス、まあ、あなたのお店の売上から経費を聞いた儲けがいくらなのかっていうのを出すのが、この収支内訳書というものです。はい、では他ね、どういうものを書いていけばいいのかっていうのを、軽くね、ざっくりと紹介していきたいと思います。給料賃金の内訳は、要は給料賃金は、今回あなたのところはここですね。40万払ってるので、ここでまあ雇ってる方のお名前を書いて、この月数ですね、どんだけ働いてますか。例えばまあ1年12ヶ月の12を書きます。そして給与がいくらでしたかっていうと、40万円なので40万円ですね。まあ賞与今回ないとします。そこでここで40万円と書いて、まあ、今回は厳選なかったとしますと、ここに合計を取ります。で、そこでね、延べ何人いましたか。今回1人というね、前提で話してますね。1人にします。ここにね、例えば他にアルバイトさんが2人いるよと言ったら、ここにまた3人ってなったりして、合計額が増えて、記入がね、こう細かく細分化して記入することになるかと思います。こちら税理士弁護士との報酬なんですけど、こちらは雇ってね、税理士の先生雇ってなければ特に記入する必要ないので大丈夫です。で、先住者給与の方もこちらね、いる方はここにお名前書いてね、母とか妻とか書いて何ヶ月いましたかって書けますけど、今回の場合はね、先住者給与雇ってないっていう前提ですので特にないです。税務署の整理欄になりますので、私たちがここに何か書くということはありません。と、1枚目が埋まったと思います。それでは2枚目に行きたいと思います。じゃあ2枚目は何を書くかということですね。これ白色申告と青色申告の大きな違いなんですけど、この売上と仕入れの書き方が違います。青色申告の場合は月別に売上と仕入れが1月2月3月と12月まで細かく月ごとに記入していくんですけど、白色の方はそこまで細かく記入をしなくても大丈夫です。要はメインの売上の取引先の名前と住所と金額を書きます。そして合計を取っていくと、ここが800万になるはずですね。このビジネスした800万円の売上なので、こことここの数字が合うはずです。合計額が。そしてもしね、全部書ききれない場合は、ここに上記以外の売上先の経費とありますので、金額が金賞のとことか、まあ、メインのとこに3箇所書いて、あとは合計してまとめて記入していただいて OK です。そして仕入れの方行ってます。これも同じです。仕入れ先のメインを書いて、その他のところでまとめていただいて、ここで合計を取ります。そしてここの6番の数字が今年1年の仕入れの金額になるので、ここの150万円と合計額が合うようにしてください。で、こちらですね、減価償却の計算
です。青色申告の書き方3枚目というところで詳しく解説をしております。基本的に書き方はほとんど一緒というかほぼ一緒ですので、ぜひそちらの動画を見ていただいて、減価償却わからないことはそちらを見て書き方の方を学んでください。そしてもう一つ、初心者もう減価償却誰でもわかるみたいな形の動画も出してますので、減価償却について知りたい方はその減価償却初心者向けっていう動画を見ていただいて、減価償却の書き方を知りたい方は青色申告の書き方3枚目というのがありますので、そちらの方をご覧になってください。今回はね、なので飛ばします。減価償却この方は、50万円になってますので、ここの本年分の必要経費がここが必ず50万円となるはずです。そして地代家賃の内訳ですね。今回地代家賃この方は何があったかと言いますと、ここですね、40万ありましたよということなので、ここに40万で必要経費左のうち、全額経費ということなので40万です。ここは、駐車場だったり店舗で借りてるよというのを書いて、借りている先の、大家さんの住所ですねを書きます。そして利子割料の割引です。これはね、借入金の利息を返す利息の方を経費に入れることができるので、こちらに書きます。一つ注意点なんですけど、この利子割引の内訳は金融機関を除くものの利子割引ですので、金融機関、銀行やね、公庫さん、金融公庫さんで借りているものの利子割は書かなくて大丈夫です。金融機関を除くような借り入れがある方はこちらに書きます。はい、そしてね、本年中における特殊事項というのも特にないので、基本的には皆さんここに、ね、記入する必要はないかと思います。というわけで1枚目と2枚目を埋まったので、これで白色申告の書き方が OK ということになります。はい、まとめです。基本的にね、白色申告だから特別に何かをしないといけないというわけではないんです。ベースは一緒です。減価償却についてはね、先ほどもお知らせしましたけど、別の動画で紹介してますので、そこを知りたい方はそちらの方で学んでいただければと思います。なるべく早く終わらせて本業に専念いたしましょう。私はオンラインサロンの方を運営しております。税理士川南の会議室ということで、税理士をオンライン上で味方につけようというものです。これは月額制の完全会員制です。このサロンに入ると、その月額だけで個別の相談や質問ができるということですね。あとサロンの魅力が税理士の裏側を公開しております。私の YouTube や TikTok の裏側を紹介してみたい。一番このオンラインサロンに書いている記事が、プライベートのものとか普段の私の素が出ているというか、ちょっと表には出ていないものをオンラインサロンでは投げております。オンラインサロンの方 URL に概要欄貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、そしてチャンネル登録もお待ちしています。高評価ボタンのグッドボタン、あとはいいねやコメントくださると本当に励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日の動画以上になります。はい、本日も最後まで見ていただいた方ありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。